動画ですか、はい、動画です動画ですかこれ、お願いします。嫌ですちょっとまずその、はい、髪の色をどうされましたいやこれはね、理由は特に、まあ、あるわけではないんですけど、言えない何かがあるわけとかでもない。でもね、なんかあのとりあえずなんか気分を一新したいんでっていうのを美容師さんに言ったらこうなりました。緑いやちょっと青なんですよね、これ。アッシュに青を混ぜてるんですよ。なるほど、はい、じゃあ特に自分で色を言ったわけじゃないけど、なんか買っていこうなんだ。なるほど、はい、まあ、一応レースの話もすると、はい、あと、まあ、去年は決勝行かれて、あの、まあ、4連勝で行かれて決勝まあ6着で、まあ、突っ張り先行して星野選手の連覇になったと思うんですけども、どうですかそのレース振り返るのか。去年に関しては、まあ、近畿のこのラインでしっかり、決めたいっていう意識で、まあ、先行したっていうのもあるんですけども、まあ、その分、まあ、今回に関しては自分も勝つ意思をしっかり持って、レースができればなというふうに思っています。前回のコーチの全プロは最後寺崎選手の番手でしたけども、状態は今いかがですか。全プロの時よりも、まあ、腰の痛みは、まあ、減ってはいるなって思うんですけども、まあ、ただまだ完調ではないので、まあ、そこはしっかり走りながらちょっとずつ戻っていければって思ってます。まあ、初日はちょっとお休みで2日目の4レースからっていう形になるんですけど、はい、まあ大体いつも初日走られて次休むっていうイメージだったんで、ちょっといつも違うんじゃないかなと思うんですけど、今現状の気持ちで言うとだいぶナイーブになってますね走りたかったなって、はい、いやもうその気満々できたら休んでいつもの感じだと絶対初日走りだよなと思いながらって思ったら、まあ、まあそういうのもあるんで、まあ、今はちょっと気持ち、まあ、ちょっと落ち着かせてまた明日あのレースが始まり次第、まあ、しっかり入れていければと思います。今回メーカー開催のご想で長いと思うんですけど、どういう風に過ごされるとかあるんですか。そのとにかくその走らない日のリラックスをしっかりやらないと、まあ、持たないっていうのはもちろん分かっているので、まあ、そこをしっかり踏まえた上で、過ごしたいなと思います。なんかとある選手は久々のノートを読むとかっては言ってたんですけど、麻雀の方はね今回4冊持ってきてるんでどれ読もうかなそんなにでも読めるのは1冊ぐらい。いやいやいや、そんなことないですよもっといっぱい読めますこの期間中。あの休みの日、ほんとやることないんで。じゃあ明日めちゃくちゃ読むみたいな、まあ、誰の本読もうかな。一番はやっぱ日吉さんですかね。日吉さんあの本読もう、あの本読もうかな。なるほど。まあ初日は山本さんと東口さんと一緒なんですけども、うん、はい、サラヤ選手がなんか4番手につくかつかないかみたいな。つかないでしょあれは冗談で言ってた。ただ実際の並びは、まあ 実際はね、あのそれだけ、まあ、プライベート仲良 いのいい選手なので、うん、まあ、連携する機会があったらしたいなっていう気持ちの中での多分そういうコメントだと思うので、まあ、ただレースになったら割り切ってしっかり勝負したいと思います、うん、実際はじゃあ牧本さん、東口さん、ね、山本さんという並び3人で、はい、まあ、近畿で決めればと思ってます。では最後に意気込みをよろしくお願いします、はい、6日間の長丁場ですけども、あの最後まで一生懸命で頑張りますので応援よろしくお願いします。